芥川龍之介ある日のことでございますお釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白でその真ん中にある金色の髄からはなんとも言えない良い匂いが。 絶え間なく辺りへ溢れております極楽はちょうど朝なのでございましょうやがてお釈迦様はその池の淵にお佇みになって水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりましたこの極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから 水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうどのぞき眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございますするとその地獄の底にかんだたという男が一人他の罪人と一緒にうごめいている姿がた目おに止まりましたこのかんだたという男は人を殺したり家に火をつけたり いろいろ悪事を働いたおおどろぼうでございますが、それでもたった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、道端を張っていくのが見えました。そこで神田田は早速足を上げて、踏み殺そうといたしましたが、 いやいやこれも小さいながら命のあるものに違いないその命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ。と<っ>こう急に思い返してとうとうそのくもを殺さずに助けてやったからでございますお釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら。 この神田谷は雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるなら、この男を地獄から救い出してやろうとご考えになりました。幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をした、ハスの葉の上に、極楽の雲が一匹、 美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様はその雲の糸をそっとお手におとりになって、玉のような白は巣の間から、はるか下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをおろしなさいました。こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に、浮いたり沈んだりしていた神型でございます。 何しろどちらを見ても真っ暗でたまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますとそれは恐ろしい針の山の針が光るのでございますからその心細さといったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと静まり返ってたまに聞こえるものといっては。 ただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間は、もう様々な地獄のせめくに疲れ果てて、鳴き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒の神タも、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙津のように、 ただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なく神田タが頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした暗闇の中を、遠い遠い天井から、銀色の雲の糸が、まるで一目にかかるのを恐れるように、一筋細く光りながら、 するすると自分の上へ垂れて参るのではございませんかカンダタはこれを見ると思わず手を打って喜びましたこの糸にすがりついてどこまでも登っていけばきっと地獄から抜け出せるのにそういございませんいやうまくいくと極楽へ入ることさえもできましょうそうすれば もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから神田は、早速その雲の糸を両手でしっかりと掴みながら、一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めました。もとより大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から、 慣れきっているのでございます。しかし地獄と極楽との間は、何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神畳もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、 まず一休み休むつもりで糸の中途にぶら下がりながらはるかに目の下を見下ろしました。すると一生懸命に登った甲斐があってさっきまで自分がいた血の池は今ではもう暗闇の底にいつの間にか隠れております。それからあのぼんやり光っているおそしい針の山も足の下になってしまいました。 この分で登っていけば、地獄から抜け出すのも、存外わけがないかもしれません。神田タは両手を雲の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも脱出したことのない声で、閉めた、閉めた、と笑いました。ところがふと気がつきますと、雲の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、 自分の登ったのちをつけて、まるでありの行列のように、やはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田タはこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ、馬鹿のように大きな口を開いたまま、目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうな、 この細い雲の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし毎日、途中できれたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら、大変でございます。が、 そういう中にも罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうゆうゆと這いのぼって細そくひかっている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から二つに断れて落ちてしまうのに違いありません。 そこでカンダタは大きな声を出して、ほら、罪人ども、この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた？降りろ、降りろと叫きました。その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、急にカンダタのぶら下がっているところから。 とうとう立てて切れました。ですからカんだたもたまりません。あっという間もなく風を切ってコマのようにくるくる回りながらみるみるうちに暗闇の底へまっさかさまに落ちてしまいました。あとにはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら月も星もない空の中途に。 短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立ってこの一部始終をじっと見ていらっしゃいましたがやがて神田タが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと悲しそうなお顔をなさりながらまたぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする。 神田田の無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし極楽のは水家の発派少しもそんなことには頓弱いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のお庭師の周りに、 ゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある根色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なくあたりへ溢れております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。